こんにちは、カスパです。トニーホークシリーズのね、最新作が出たということで、こうやってね、プレイしておりますよ。デモバージョンの時はね、彼、トニーホークしか使えなかったんですけれども、こちらの製品版はですね、このような世界各国でね、活躍しているプロスケーターの方たちが使えます。ね、着用している服とか、あのボードのデザインとかもね、あの実際に使用しているものなので、それだけでもね、見ててすごい楽しいと思いますよ。だけどね、あれなんですよね、女性キャラがやっぱりもうスケボーとなるとあんまりいないというか、そこら辺がちょっとね残念なんですけど、ほらもうね、チャドムスカとかね、もうカリフォルニア、もうほとんどカリフォルニアとかね、もうそういうアメリカの方なんですけどね。はい、来ましたよ西村葵さん。去年ですね、スケボーの世界大会がね、私の出身地であるブラジルで開催されたんですけど、そこでね優勝してますから、現世界チャンピオンです。金メダル候補のうちのね、一人なんですよね。やっぱりね、日本人女性のね、スポーツ部門ってもうとんでもなく強いですよね。で、この動画でね、今回ご紹介するのは、まあ、このゲーム一体何ができるのかといったものをね、まあ、軽くおさらいしていこうかなと思っております。で、これ通常版なんで、これしかいないんですけど、デラックスエディションを買えば、この先にもう一人キャラクターがいます。で、ちょっとね、キャラクターを作成したいんですけど、少し裏で進めてまして、お金を貯めておいたんですよ。で、何かね、もうこの衣服とかね、ボードを買えるものがあれば、ちょっと買っていこうかなと思います。これが果たしてエディットボードで使えるのかどうかっていう感じなんですけど、裏なんであまり見えないと思うので、まあ、なるべくね、派手なやつがいいかなとか、俺思ってるんですよね。あ、ここまでしか使えないですね。俺まだレベル18なんで、ここら辺はちょっとレベル上げていかないと、アンロックされないということですね。あ、よくないこれ。とりあえず、おえ、とりあえず一つ買っておきましょうか。一種類ずつでも買っておきましょう。衣服ですよね。はい、帽子です。まあ、ガスパーね、もうこうやってツバがまっすぐしてるやつが好きなんで、まあそういうのをね、狙っていきたいと思うんですけど、これ全然ありだな。二種類ずつぐらいちょっと買っておきましょうか。これと、じゃあこのレッドブル。レッドブルいける？これレッドブルいけるね。あ、スポンサーになってくれ。上半身の服、何が買えるんですか、俺。どういうのがいいとか。パーカーいいよね。なんかあれはパーカーに頼るみたいなところあるよね。これは？あ、一応ナイキなんだ。まあ、ナイキともなればね、もう変なものはないよね。お、アジダスよ。俺はアジダス大好きなんで、とりあえずこれを買っておいて、アスパね、普通に外歩いてるとね、あれ、スケートやってますとか言われるような格好してるんだよね。もう全くやらないですけどね。で、ズボンっすね。やっぱりね、派手なやつの方がね、もう見やすくていいと思うんですけどね、まあこういう迷彩のやつとか、ちょっと迷彩のやついいかな。これは？これピチッとしてるな。ピチッとしてるのあんま好きじゃない。あ、おっか。一応このダメージジーンズ買っとく？うわぁ、いっぱいあるな。やべえ、俺これ持ってたわ、昔。レベル30か。まだ足りねえな。ぜひともこれ欲しいな。あ、これかっこよくない？とりあえずこのナイキのやつ買っておきましょうか。ソックス。ちょっと安いね。だこれも2つずつ買っておきましょうか。まあ、多分後ろ姿しかね、あんまり見えないと思うんで。あ、これ俺いいと思う。とりあえずこれを買っといて。あー、いい、これ。ハワイっぽい。ガスパーハワイ大好き。タトゥー変える。ちょっと腕とかに欲しいね。でも俺長袖とかだから。なんだろう。首元とか。あ、もうこれ買っちゃうよね。首元とかにね、あれば、まあ、見えると思うんですけど。おー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 、かっこいいな、これ。全然あり。やべえな、タトゥーすげえ買ってんな、俺。じゃあちょっとタトゥーが見えるように、なんか T シャツ買っとこう。よし、キャラクター作っていきましょうか。これですね。俺のアカウント名なんで、まあ気にしないでください。ガスパーと。ブラジルの名字なんですけど、でも本名なんですけど、私の。ストリート、バート、パーク。パーク。パーク全体でストリートとバーと両方の障害物を利用するバッドモンスタイル。これでいいやん。ダンス、グーフィー。右足前に出す、レギュラー左足を前に出す。うわぁ、どうなんだろうね。ガスパ右利きなんだけど、スケボーとか全くやったことないので、こういうのわかんないんですけど、とりあえずレギュラーでお願いします。ブッシュ、モンゴなし、常にモンゴ、スイッチ時にモンゴ。ごめんなさい、全くわからない。はい、じゃあ行きましょうか。なんでロングやねん。じゃあボード見ていきましょうか。あ、ほら、買ったやつ使えるわ。まあこれを最終的に使うんですけど、あとはおそらく、ああ、プロスケーターたちが使ってるやつですね。これいいな、俺。俺これ好きだわ。これ使おう。俺の買ったやつじゃなくて。これ使います。グリップテープ。グリップテープはどうなんだろうな。まあ、シンプルなやつの方が、俺はね、かっこいいと思うんですけど、じゃあこの一本線のやつでお願いします。どう？なんでその見た目スタートなんで。あ、ほら、買ったやつあるよ。アジダス。ちょ、見して。アジダスの。ああ、いいね。いや、女だわ。胸がある。なんで女スタートなの？俺っていうか。とりあえずパーカーせっかく買ったんでね、使っていきましょうか。あ、これ。
帽子これもいいと思ったけどね、ニューエラー。俺のこの帽子もニューエラーなんですよ、一応プレスのマーク書いてあるけど。でもとりあえずこれでいきましょうか、うん、焦げても痛くないでしょ。これの遊び心のあるソックスと、うわこれいいな、欲しいな、やべえこのソックス俺欲しいな普通にズボン履いてるからどうせ見えねえわソックス。うわいや見た目、あ変えましょう、あここで男になれる急に変わるな。やっぱりねガスパに似せるのが一番いいと思うんですけどね。よしできた、冗談だっちゅうのね。うわどうするか見方、あこれ今の俺にすげえ似てるわ。あこんな刈り上げてねえけどあ一回はやってみたい髪型だよね。いや全然ありだけどな、あの女性でこの髪型してたら俺速攻惚れると思うマジで。うわこれかっこええわで目の色とかよ、うわ何黒ないの、青すぎるな、黒ないんかな。えこれはうわあいいねいいね、白眼や。これあれじゃあ整形失敗したパターンじゃない、うわほらいるよね目ん玉にタトゥー入れたみたいな人、目ん玉にタトゥー入れられるってもはや医者じゃんとか俺思うけど。でメイクアップだ、メイクしなくていいよ、あ汗かくから。ヒゲ見して、うんヒゲはもちろんねない方が俺はいいと思うけど、あマスク、フェイスマスク、おある、おおすげえちゃんとマスクあるんだ、まあ、ヒゲなしでいいでしょう、うん、多分見やすいと思うんで OK これで。そしてタトゥーかな、おタトゥーや、俺買ったやつある、うわほぼヒゲやん。ガスパ全然タトゥーはね反対とかそういうのないから。俺かな、右腕はこれにして、で左腕を俺が買ったやつ、どれだっけ、あこの、あいいね、あいいいいいい、これにする。え右足はなんちゅうパンツ履いとんだよお前よ、お声ちょうだい、はぁハハ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 、トニーホークシリーズで最も売れたね、この1と2のリメイクが今作なんですけど、ちょっと悲しいことにね、てっきりね、グラセフみたいにね、こう街中をスケボーで歩いて、何々をぶっ壊せみたいなさ、そういったミッションを、もう黙々とね、クリアしていくやつだと思ってたんですけど、今回それがなくて、これらがね、ステージなんですけど、このステージの中で、もう箱庭の中で、こうアイテムを集めろとかね、ハイスコアを叩き出せみたいな、そういったことをして、まあ、お金を貯めて、でレベルが上がって、であのスケート店行って服とかを買うとかいうのが、まあ、メインなんですよね。そうですね、じゃあこのマイアミのスクールでちょっと太陽も出てて明るいので見やすいところで、プレイしていこうかなと思っております。よしじゃあ行きましょうか。まあこのゲームをね買う前にね、ちょっとデモバージョンなんかでウォーミングアップしてたんで、もしかしたら、うまい具合にねこうコンボをつなげられるかなと思ってますよ。ちょっと無言になりますのスペシャル技も実際にね、あの西村あおりさんやられてるんで、
最後最後こけるっていう。おシークレットテープ入手しましたね。あ、やりました。おそこで25ポイントのね経験値も手に入れて、まあレベルは上がるかな。上がねえな。こんな感じですかね。まあ簡単にではございましたけど説明できたと思います。で次回はですね、もし時間があればパークを作成して私の作ったスケーターガスパを使えればなと思っております。じゃあご視聴あざす。お疲れです。